トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。東日本チャンピオンレースでお会いしました何名かの方にお話をお伺いしました。その模様をご覧いただければ幸いです。その前に総合優勝者のスピーチお聞きください。ただいま紹介になっておりました北総マイル協会の矢口と申します。本日はお忙しい中、大勢の皆様に集まっていただき誠にありがとうございます。平成20年の第47回チャンピオンレースで総合優勝してから今までずっとこの2回目の総合優勝を目標に今までやってきました。それはここでやっとそれが達成できまして本当に嬉しくお伝えしたいと思います。それもこのような場を設けていただいています東日本チャンピオンレース実行委員長はじめ役員方々皆様方のご苦労によるものだと感謝しております。これからはあと何年こうしてハトレースを続けることができるか分かりませんが、ハトレースをやっている以上はあと3回目の総合優勝を目標に明日からまたやっていきたいと思っています。まあ、今までやってきたことで、まあ、ワン・ツー・スリーまで行きましたので、今度は自分の記録は自分で破るくらいの気持ちでまたやっていますので、一つよろしくお願いします。本当にありがとうございました。東日本チャンピオンレースの表彰式、やはり広域レースの醍醐味というんですかね、普段お会いできないような方とお会いできたり、すごい広域の方とここで一堂に会することができて、何年ぶり何十年ぶりという方とお話できるの、これもこの表彰式の楽しみの一つですね。今回も千葉南連盟の潜水連盟長とは今回初めてお話しさせていただきました。剣本さんとはもう十数年ぶりの再会ということで、相変わらず元気にハトレースをやっているということでした。これからもこういう会でお会いできてお話しできればいいなと思います。ちゃんと録画したつもりだったんですけども、どうもうまく録画できていなくて静止画になってしまいました。申し訳ございません。はい、今日はチャンピオンの会場で珍しい人、柿の木さんとお会いしました。柿の木さんとお会いしたのは何年ぶりですかね。もう10年経ちますかね。師匠が死んでから時間なかんべい。ねえ、しかねないな。いや、今回は A 地区1位ということでおめでとうございます。さらになんかマークも1位ですって、素晴らしい結果ですね。ハトはどんなハトでした。これあれだ、なんだ、ハリだな、ハリ、はい、ハリと、はい、ヨセフウェルダ、ヨセフウェルダというな、中距離バードだな。中距離バードですか。そうそうそう。おー、ハトを描いたときは見てない、見てなかった。いや、あんまり早かったね。あら、うん、何時に帰ってきました。早かったよな、4時前だもん。わかんない、4時過ぎだめにしたら行ったらいいんだから。あ、みんな見逃してたよな。うん、今年はもう分速が出て帰りが良かったんですけども、秋野さんのところ他の後はいかがでした。ん、他の成績は良くねえんだよ、ダメなんだ本当に。これやっぱグランプリの総合優勝だな。うん、サツキでグランプリの総合優勝、はいはい、だから続けて、うん、うん、全然優勝した。あ、そうです、うん、この鳩をマークバトにしたっていう理由は何か。いやいや、これ全然ない。あの、他の人がたくさんで一番たまたまマークバトやめて痩せたから。え、あ、たまたま、たまたま、それもすごいですね。たまたまね、たまたま。わかりました。今ハトはどのくらい飼われてるんですか。今500ぐらい。500、うん、500羽。いや、本当にダメだよ。じゃあ大型牛舎ですね。本当にもう今年は販売しなくちゃ。なるほど、みんな毎年50羽まで捨てちゃう、みんな捨てちゃう。今年は100羽ぐらいましたね、捨てなくちゃ。4年だと100羽いるよ。わかりました。まあ、これをきっかけにまた来年も一つ頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。及川さん、今年の東日本チャンピオンレース
もう好成績おめでとうございます。今回の東日本チャンピオン総合では何位になられたんですか。総合で7位ですね。総合7位、さらに E 地区だと E 地区で1位でした。E 地区1位、さらに大花賞は連盟1位ね。大花賞、それからマークバトはマークも1位。マークも1位、うわトリプル受賞ですね。すごい結果ですね。この成績の後マークバトされた理由は何かございますか。状態が良かったんですね。今回の及川さん参加は何番だったんですか。18話です。18話の中で1を選んだらそれが1番と、すごいですね。どんな鳥ですか。セリエのロケットなんですよね。はい、うん、セリエロケットとヤンセンですか。まあ、オスの方はヤンセンがね、はい、ハンダイクとかね、はい、ハーセンドッグとかそういうのがあったんですけど、メスの方はもうセリエなんですね。やはりちょうどこの興奮足これに当たったんですね。素晴らしいですね。その総合7位になったハト自体はどんなタイプですか。やっぱり鳥が軽くてね、はい、頭がいいんですよ。あで状態があるとね、目の色がオレンジになる。ああれ珍しいですよね。あ鳥の状況が変わるんですね。目の色が変わるんですね。でこのハトのここに1000キロ来るまでのステップでどんな成績でした。300もねシングル入ってました。300でシングル、はい。でこの1000キロも兄弟が年がかり6位ですか。あそうですか、分かりました。これから懇親会なんでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。こんにちは。東京西区連盟の相澤さんです。今年の1000キロ東京西区連盟で総合優勝、さらに東日本チャンピオンで E 地区で2位。はい、そうですね、はい、すごいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。今回優勝された鳥どんな鳥ですか。今までは目立たなかったんですよ。目立たなかった、はい、それで秋から春にかけても目立たなくて、はい、でも小柄な方の鳥だったんですよね。ハドナリに来てくれただけですよ。血統はどういう血統ですか。その方は坂崎さん、亡くなった坂崎さんの鳥と、はい、それと、メスの方は連盟長の渡辺実の鳥なんです、はい、600キロ総合車鳥のライン。そうです。あやっぱりこう中距離バードというイメージなんですかね。そうですね、中距離バードですよね。やはり今回の興奮速レースがいい結果につながったんですよね。思いますよね。今年は相澤さん絶好調ですよね。500キロで総合優勝 で、ね、はい、1000キロで総合優勝、はい、今年の秘訣は何ですか。やっぱり一生懸命やってるかもしれないです、やっぱり手抜きじゃちょっと勝てないですね。まあまあ、いつもいつも相澤さんは上位に優勝されてますけども、そういう意味では500キロの総合優勝は今まででなかった初めての経験だとおっしゃってたんですよね。そうですね、はい、ね、まあ何ですか、大鳥では一番距離は短い方ですから、はい、だから本当に1秒の差ですよね。タッチの差で、はい、総合優勝と、はい、それも運だな。今年は絶好調ですね、まあ、今年の秋も来年もこの調子で楽しんでください、はい、どうもありがとうございました、はい、東日本チャンピオンも締めになりました。今年上位入賞された方おめでとうございます。また来年もこのレース上位入賞できるよう頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。